浅めのに取ったら会見しますよっていうことを言ってて、その前に7月に戦争立法っていうかその安全保障の法制度が全部変わっちゃうと。一番上にあるのが会見組織です。で、まあ、6月から徐々にこう人数増やしていってここで最大になって30万人集めたいんですよ。ステッカーも欲しいですよ。このよくわかんない政治を絶対止めるぞってことです。本当に止めるぞ。戦争するな。これが国民の力だ。頑張れ。叫ぶな。こっち行って、こっち行ってんだよお前。言うことだよ。やめろ。なんで俺たちの国ってこうなんすかね。負けてらんないっしょ。どこ見て政治やってんだよ。